星野源のオールナイトニッポン反スタッフせーのスタッフ反省会。いやい、須田さん、今日は本当にもう須田さんお疲れ様でございました。どうもありがとうございました。長い間あのションベンミュージックファイナル、はい、いかがでしたか。いや、寺坂さんのあの原稿でやれるのやっぱ嬉しいですね。いやいや、そんなことないです、うん、あのこの実はあのメッセージは結構前から考えてくださっていて、うん、そうですね、あのまあ、そこを主軸としてあの、はい、させていただいて本当にあのもうみんなうるうる来ていやいや、マネージャーさんも泣いてて、あの声も素晴らしいし、なんか無駄がないって言ったら言葉悪いですけども、はい、思いの詰まった手紙をありがとうございました。なんか最初に書いて、あ、なんかコーナーをやるかこう何をするかっていうのがまだ決まってない時に、ええ、なんかやっぱり源さんにはちょっと伝えたいことがあったので、うん、それをちょっとずつこう書いてたんですよ。ああ、なるほど。もう離れるって決まってから。ええー、ああそうだったんですね。そうなんです。で、思いついたことをずっと書いてたら、なんかあんまり文章にならない、なんか詩みたいになっちゃって。いや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 。いや、これどうしようかなと思って一回まとめて、一回ほら寺坂さんに、はい、見てもらって、一回拝見させていただいて。そうそう。けどもう全然もうあのね、これは本当に。なんかジンときちゃうなという予感がして、だからそこは反省会今日全くなくて、はい、なんか大沢さん、まあ8年、私も8年で、うん、あ、そうですよね、大沢さんもだから同期、ね、同期じゃないわ、それはそうです、まあ、あのこの番組においては同じです、ね、だってみんなね、あの変わってますから、はい、星野さんとそうです、ね、私たちが一番ですけど、8年間の反省で一番なんか思い出すことはありますか。やっぱりなんだろう、失敗すると音をで失敗すると一番目立つじゃないですか。はい。なんだろうな。最初の頃に、後テーマ、あの、船のシップを流すところで、はい、確か、あの、国勢調査のテーマを出したことがあったんですよ。ええ。で、あれも、やっぱり、源さんが大爆笑してて、なんだーってなって、ええ。あれはちょっと恥ずかしかったですね。けどなんかない、大沢さんのそういうほとんどない気がしますね。うそうですかね。うん、まあ、そうか。でも思いつくことはあんまりないよね。本当にどれだけスタッフ陣がこうね、こうディレクターがわちゃわちゃしてる中で、野上さんとか大沢さんがこうお兄さんのようにこうずしんとしてくださったおかげで8年間できたと。あの今日星野さんへのメッセージは本番でおっしゃってましたけども、はい、あのリスナーの皆さんにちょっと一言お願いできればと思います、はい。もうそうですね、8年間やっぱりね、源さん自体みんなスタッフもそうなんですけど、リスナーさんのメールとか、うんうん、コーナーに送ってくれるそのネタはがきだとかネタメールが面白くて、やっぱり僕らもすごい楽しんで来れたので、でやっぱりメールを出してくれる人っていうのはやっぱり一部だと思うんですよ、うんうん、でメール出さないで本当に聞いてるだけっていう人がほとんどだと思うんですね、うん、でもちろんそのリスナーの方のことも思って僕たちはやってるので、うん、あのこれからもそのメールを送ってくれる人、コーナーにそのネタを送ってくれる人で、みんなでこう作ってくれる、ね、番組にしていけば多分みんなが楽しくできると思うので、ずっと聞いててほしい番組だと思います。はい。そしてあの大沢さんの意思を継ぐ後輩の松岡さん、はい、今後番組を支えてくれると、はい、松岡さんにも一言もらっていいですか。そうですね。まあとにかく源さんとリスナーのことを思って。やってれば自分も楽しくやっていけると思うので頑張ってください。いや素晴らしい話ありがとうございます。今日はもう反省会というかね、もう大沢さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。